1月4日朝7時ごろ、白銀荘内からの様子。今日の天気はどうかな。前日と同じく見事な晴天です。テンション上がります。前と勝ちがかっこいいです。富良野岳方面も良いコンディションのようです。太陽が眩しいぜ。前と勝ちに行くにはこの野川を渡ります。自然の醍醐味ですね。ここまで良い天気に合うのはサラリーマンにとっては滅多にないチャンスです。今日の滑り始めはここに決定。7月4日、マイトタッチ11時、1本目、滑ろうと思います。ですね、ちょっと登りすぎたかなと、岩が、ちょこちょこ出ているからそこら辺、気をつけながら、滑っていこうと思います。それでは本年2日目のドロップイン、怪我なく行ってみましょう。まだ積雪が少ないので雪の下の岩を注意しながら。ここでライン取りの検討中。楽しすぎる。やばい。滑りながらカメラを持ち直してアングル変更。アングル変更その2。気持ちいいです。この快感やめられないです。5万越でカメラ回収。一番右が自分のライン、油圧に浸ります。まだ時間も体力も十分あります。それにこの天気、登らずにはいきません。2本目登ります。先ほど滑った良いところから滑ろうと思います。中間地点まで、登り返してきました。マイトタッチ、12時20分、2本目、行ってみようと思います。油断せず、慎重に滑ろう。1本目のラインにかぶせるように滑ります。
ライン取り検討中。アングルを変えて。まだ端っこが手つかずなので、こちらを攻めるぜ。ここがターニングポイント。ここで滑るのをやめておけば。ちょっと迷いましたが、もう一滑り。先ほどのところまで登り返さなければ帰れなくなりました。まだこの時は満足のいく滑りで嬉しさいっぱいです。この斜面を滑ってきたぜ。後半はここを登り返し、良い体力作りになった。あとは帰りの緩斜面をこの太陽の中、気持ちよく噛みしめながら滑りましょう。練習中に気がつきましたが、今回 GoPro のモードが広角になっていなかった。この大自然をダイナミックにお届けしたかったぜ。今日の滑った斜面だぜ。よくあそこまで登ったものだ。白銀荘に戻ってからの速攻アルコール。今回はレモン堂のカミソリレモン 9% をいただきます。はい、優勝。今回は新年早々台所が混むと思ってレンチンのものにしました。スーパーで目に留まったビーフシチューをいただきます。パイを割って中のシチューをいただきます。うまいです。周りのパイも崩してシチューにつけて。自分では作れないので美味しいです。翌日3日目です。天気が悪く尺がないのでここに入れました。年末にハスラーのバックドアが上がらなくなり、頭で抑えながらの荷物出し入れになりました。頭痛いし大変です。ディーラーに相談したらリコール対象になっているらしく、無料で交換してくれました。ラッキー。上り、初めの天気は悪いです。前日が良すぎただけですが、1月はこんなものでしょう。で体が悲鳴を上げています。コンディションも悪いしテンション低いです。いつもは2段目上まで上がりますが、風が強いのでやめました。
上り坂前に止まって、はまってしまった。よいしょ、よいしょ、えらい体力削られた。前日で満足してしまったので、意欲がない。せっかく登ったので、少しでも良いラインを探して。3日間怪我なく降りてこれました。当初の体力、装備チェックは、おおむね、OK です。太ももが悲鳴を上げていますが。札幌に帰宅、山の上は雪がありますが、降りると少なくなります。降りてくると雪も減ります。札幌は路面出てるし、今年は雪少ないのかな。